皆さんこんにちは、メイクアップアーティストの兵藤さゆりです。今回は7月7日に行われたクリスチャンブルト日本初のポップアップショップの様子と、その日していたメイクやファッションなどのご紹介をしていこうと思います。ぜひ楽しんでいってください。その日着ていたまず服から紹介していこうかな。ちょっと忘れないうちにね。でこれ、前回と前々回の動画でも着てて、私ねこの動画で紹介しようと思ってたのうっかり忘れていて、もう3回も連続で動画で同じ服着ていて、もう本当にユニフォームなんですかっていう感じなんですけれども、ユニフォームではございませんですね、まあ着ていた服をご紹介しますね。これは、ペギーラナで買った服で、こういう感じでウエストの部分がゴムになっていて、サイドの部分が縦ラインのプリーツになっています。見えにくいね。もうねこれ以上カメラが引けないので、まあ、こんな感じ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 でした。つけてたアクセサリーは小指だけ少し太めのピンキーをつけてました。ネイルが結構派手めなので、いっぱいつけるとちょっとジャラジャラになっちゃうかなと思ってこれだけつけました。ベースメイクまで入れるとちょっと時間がかかりすぎてしまうので、その日使っていたもの、同じ今日使っているものは概要欄に書いてありますので、興味のある方は見ていってください。はい、やっていきたいと思いますよ。本当に本当にたくさんの方にお越しいただいて本当にありがとうございました。ですね、じゃあちょっとやりながら進めていきます。私店頭に立たせていただいたの4時間だけで、まあその日本で初めてクリスチャンブルトンがね実店舗で試せるっていうイベントだったんですけれども、まあ、本当に今さね初めにも言ったように本当にたくさんの方に来ていただいて、私はねとってもねびっくりしました。遠い方は本当に九州とか三重からいらっしゃってる方も来てくださった方もいらっしゃってね、本当に感謝でございました。そんな遠方からはるばるね本当にありがたいことだなというふうに思いましたよ。で結構アイケア、目元のケアって結構マニアックじゃないですか。なので目元のケアをするっていうのは初めてっていう方も結構いらっしゃったので、まあ、できるだけその一人一人の方にねせっかく来ていただいたので、まあ、丁寧にこういうお悩みだったらこちらが合いますよっていうことを、私ができる限り、やらせていただいたつもりでございましてですね、まあ、当日は結構その列ができてしまって、かなり待たせてしまったも方もいらっしゃって、本当にすいませんでした本当にね、あの時ばっかりは自分が何人かいたらいいのになっていう風に思ったんですけれども、皆さん待ってくださって、しかもねカップルで来てくださった方とか、ご夫婦で来てくださった方が、意外とね多かったんですよね。で彼氏さんもとか旦那さんも一緒に待ってくださって、一緒にね試して、あ気持ちいいですねって言ってくださって、本当に嬉しかったっていうか本当に優しすぎますねって思いながらね、ちょっとほっこりさせていただきました。夏場は結構アイシャドウ崩れやすいので、このマックのベースを使っていきます。ちなみにね、その日一番人気だったのは、定番のリフトックス、これね目周りの悩み全体に効くっていうのと、やっぱり小じわとかたるみとかの引き上げ効果っていうのが一番あるので、これが一番人気でしたね。あとその次はクマとかくすみとかそういうものを解決してくれる、クマくすみ色素沈着かを解決してくれるっていうシーセラムが一番人気で、でシーセラムってちょっと白っぽいクリームなんですよね、中がね。でそれがなんか結構その肌に馴染んでない気がする、塗っても白く浮き出てきてるような気がして肌に馴染んでない気がするっていう質問を何件かいただいたので、そこちょっとアフターフォローさせていただくとね、あれは結構こう塗ったらちょっと白っぽくなるクリームなので、それで浸透していないっていうことはまずないのでご安心ください。まあ、でも結構ねぬるぬる系の、オールインワンみたいなさ、
こう化粧水系乳液系みたいなものとか、あと表面に質感が残るような、全顔使うジェルクリームみたいの塗った後だとやっぱどうしてもその上に乗っちゃう感じになるので、できるだけねこうそういうものを塗ってる方は肌に馴染んでから、まあ、そういうシーセラムとか塗るのが結構おすすめでございますよ。そうで、なんかツイッターとかで行ったんですけど恥ずかしくてすぐ帰っちゃいましたっていうコメントとかをいただいて、みたいな帰らないで、ね、せっかくだったらお話できたらよかったのになって思ったので、まあ、もしそういう方他にもいらっしゃったらぜひ次の時はもう全然私なんでね、私ですからそんな緊張する必要ないのでぜひ話しかけてくださいね。てかなんかその皆さんと一緒に結構写真とか撮らせていただいて、私でも最後の方さすっごいたくさん写真、もう本当たくさんの方に来ていただいたのですごくたくさん写真撮ったので、最後の方ね絶対うまく笑えてなかったり半目になってたりしてる方絶対いると思うんですけど、これ本当すいません。本当に皆さんね優しい方で、いつも見てますとか、なんかそのさゆりさんのこの動画を見たおかげですごいメイクが楽しくなりましたとかっていうことを伝えてくださって、本当にね、幸せでした。ありがとうございます。やっぱりなんかそうやって言っていただけるとなんかすごい励みになるし、なんかその実際コメントとかでいただいていても、なんかそのねやっぱり生で言ってもらう伝えてもらうっていうのはやっぱりこうね気持ちの入り方も違うし、本当に私も感動しました。あで今ね RMK のシャドウ塗って、私もうちょっと深みが欲しいのでちょっとアンリーサンクのブラウンのもっと濃いシャドウで際を指で引き締めていきます。で、あそうだ、下のアイラインは、デジャブのクリームアイライナーのダークブラウンで黒目の下だけ引いてましたね。クリスチャンブルトンって目元のケアだけで、本当は本国の方は20種類以上目元のケアだけであるので、本当に悩みを解決できないものはないってぐらい種類がいっぱいあるんですよ。なのでなんかこう例えば今ある4商品にない悩みとか、目元のこういうのに悩んでるからこういうのを日本でも扱ってほしいっていうのがあれば、私ちゃんとフランスの本社の方まで一応意見をお届けできるので、よかったらコメントください。あとなんだろうな、クリスチャンブルトンってそれぞれのパーツに特化したラインが結構出ていて、それこそ目元は、クリスチャンブルトンのアイプライオリティっていう今回イベントさせていただいたラインなんですけれども、この首のシワのエイジングケアとかリップの、ケア、それぞれの、各パーツに特化した、ラインがあるので、まあ、例えば首のシワ結構気になる人とか多ければそういうのもね今後日本で扱うことも可能だと思うので、まあもしちょっと興味あったらコメントください。ちゃんと意見届けるんでね、せっかくだったら私がね間に入ってその皆さんの悩みが解決できるものがね日本で扱われたらいいかなっていうふうには一応思っております。あとまたね皆さんになんかお会いできる機会が作れたらいいなっていうふうに思ってます。今はね個人レッスンとかはちょっとやってないので、まあ、今回みたいなイベントになっちゃうと思うんですけれども、まあ皆さんにまたお会いできる機会があったらすごい嬉しいなっていう風に思ってます。私本当に楽しかった。4時間だけだけどね。で、その日のつけていたリップですね、リップ結構聞かれたのでご紹介したいと思うんですけれども、シューウェムラのルージュアンリミテッド WN288 っていう、まあもう深い赤、赤茶みたいな色です。こんな感じね、色持ちして発色がいいものの中ではルージュアンリミテッドはかなり乾燥しない方だと思います。カレハンタ大好きで、結構こうやって塗ると濃いめなのでちょっとポンポン叩きながら塗っていきます。はい、こんな感じです。でまあネイビーの
服なので、ピンクとかオレンジとかだとちょっとぼやっとしちゃうかなと思ったので、その日はこのカラーで引き締めました。でそしたらチークなんですけれども、こういうね、ナーズの、ナーズブラッシュ 4013N というカラーで、見た目は結構ピンクなんですけど、頬につけるとあんまりそこまで発色しない、すごいナチュラルなチークカラーで、若干ゴールドのラメが入ってます。でやっぱスキンケアブランドのイベントだったので、あんまりねこうリップも強めにして全体的に強い仕上がりになるよりも、ちょっと女性らしさとか優しさとか安心感とかそういうものを表情に取り入れたかったので、こちらのピンクをこうふわっと、赤リップが効いてるのであんまりのせすぎるとちょっとねくどい感じになってしまうので、塗ってるか塗ってないかぐらいで、こんな感じ、ゴールドのラメが入っているので、ちょっと横顔とかは夏っぽくなります。涼しげな、ね、感じになります。はい、こんな感じで完成です。その日、イベントの日にしていたメイクと、お洋服などなどをご紹介いたしました。はい、ということで、今回ね来てくださった方、皆さん改めてありがとうございました。リフトークスと同じぐらい気持ちいいね、こちらに画像を出しておきますが、アイケアジェルというのがあります。これはねものすごく保湿に特化したジェルで、もうリフトークスとジェルはとにかく冷蔵庫に冷やして使ってもらうと、もうめちゃくちゃ気持ちがいいです。ぜひ皆さん試していただけたらなというふうに思います。ということで本日も最後まで見ていただいてどうもありがとうございました。この動画が良ければ、チャンネル登録と動画のシェア、インスタグラムとツイッターもやっているので、ぜひぜひフォローよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。